これ今 JR 駅の JR の JR じゃなくて阪急の神田前なんですけど、ちょっとねこれ多分さ普通と逆だよね。ちょっと普通はさなんか逆じゃん。普通はさこっち登るじゃん、左側登るじゃん。でね、前も思ったんだけどさ、大阪だけ左なんだよね。なんかその京都とか滋賀県とか全部さその左なのに、あの なんかわかんないけど大阪だけ左なんよ。そうだからなんだろうなと思って、それだけね。でこう来ましたね。ここがすごいね。これ多分ね明日京都行くんだけど、こういうのが山ほどあるわけだろ。楽しみすぎるな。はい、こういう感じでね、千里岩、千里山か、千里山キャンパスが、あります。はい、こいつですね。ちょっとよくわかんないけど、あ、関西大学だよね。関西大学と関西学院大学があるから、ちょっとそこがねごちゃごちゃになりやすいところなんだよね。あ、いいな、魔除けあんの。あのね、中央大学にはねこういうのないんですよね。中央大にはねなくて、隣の明星大学駅だったら、あの明星大学だったら駅からもうそのすぐ雨よけがあって、雨でもその何快適に学校に来られるような、そのなんて言うんだろう、設備がその備えられてて素晴らしいんですけど、ちょっとね中央大学はねなかったんで、ゴミだったんですよね。あ、ゴミとか言っちゃいけないんだね。まあ素晴らしいね、その何心身ともに鍛えられるような環境を提供してくれるね、神みたいな学校だったんですけど、学校だったんですけどっていうか、もう今も通ってるんで、はい。まあ今日本当は授業だったんだけど、うわ眺めが、これ絶対頂上眺めすごいぞ。はい、こういう感じでね、しょ、あんま学生の顔を撮るとなんかモザイクかけなくちゃいけないからだるいんで、こういう感じで言いますけど、すごいなこれ。感覚の、あれ感覚の、感覚じゃなくてなんだっけ、関西大学だのお友達にちょっとねパスワードをちょっと借りまして、そこでちょっとね自習してていいよみたいなことをねちょっと言ってもらったんで、それでやろうと思います。はい、あーちょっと待って、まだ登んの、ちょっと疲れたわ。これね常に下向けてなくちゃいけないから、カメラだるいんだ。はい、エレベーターを登りまして、新高山を登りまして、ね、この大学の方に、やってまいりました。向こうのね校舎の上にね関西大学って書いてあるんで、はい、関西大学やってまいりましたよ。なんかね風林館だっけな、海林館だっけな、そんな名前の建物で勉強できるみたいな感じだったんだよな。何これ、しずきただおじゃん。あ、違う、誰だ、久井忠夫先生、ちょっと、すいません、聞いたことなかった。うん。っていう感じですね。あ、室内プールあんだ。いいなぁ。いいなぁ。羨ましいわ。うちの大学、室内プールないから、ほんと羨ましいわ。ちょっとね、ダメだなぁ。みんな関西弁でさ、一人だけ、東恵比寿のさ、関東弁で、超目立つから、ダメなんだよね。で、なんかね、あと、後ろになんかね、マジで重いリュック持ってるんで、もうほんと息がすぐ上がっちゃうんだけど、あ、すご。これ、救助隊なんだ、これ。救助隊でなんか、書いてありました。かっこいいな。かっこよすぎるな。なんかね、阪大もそうだし、ここもそうだし、なんだろう、大阪にあるのがここだけだったから、大阪にね、今日大阪来たんで、ここ来たんですけど、なんか、大阪ってなんか、全部大学山の上にあんのかってぐらい、山の上にあるね。京都はさ、なんか真っ平らなところにあったからよかったけど、そう、京都は同志社と、立命行くのかな。で、それで、あとはなんだっけ。感覚は兵庫だから、ちょっと、
行くか行かないか迷ってんだけど、まあ多分関学は行かないかな。いやでも関学行きたいな。ちょっとせっかくここまで来たわけだし、最終日になんか予約がもう埋まってなかったら、ちょっとその予定したところ行きたいなと思ってます。はい。じゃあ今日本語がちょっと喋れない。あそこにテニスもあんだ。テニスもあって、ここに時計があって、今だいたい今4時ちょうどくらいですね。いや4時10分くらいですね。4時10分くらいで、おー、紅葉めっちゃ綺麗だな。明日の京都マジで楽しみだわ。なんか夏にさ、なんか清水寺のあのさ風景みたいなのをショーツで上げて、それがなんかね1000回くらい再生されたんよね、一瞬で。だからちょっとね、多分やっぱり日本の風景ってのは、なんだろう、その美しい風景ってのはさ、みんな見たいもんじゃん。だから絶対バズると思うから、ちょっとねやっていこうと思ってんだよね。そういうなんか美しい風景をなんか出していこうかなと思って。であと今日はね勉強も結構できて、でこの後ここで勉強もするんだけど、その勉強はなんか来た瞬間にスタバで、どこだっけな、スタバで何時間ぐらいだろう、3時間ぐらい地学基礎をやって、まあ大体終わったんだけど、なんか地学基礎多分あと70ページぐらいで終わるのかな。そうだね、それくらいで終わって、んであとはなんだろうね、そうだな、今日は物理基礎と世界史をねやろうと思ってます。はい、こんな感じだ。なんかねここにこれね幼稚園とかも全部入ってんだわ。知らんかったけど、幼稚園とかなんか大学と幼稚園と高校と小学校も入ってんのか。ん？小学校入ってねえや。そうか、幼稚園と大学と高校がもうなんか全部ミックスになってる状態で、ちょっとすごいなと思ったっていう感じですかね。うん、なんか人が多いけど、これ何なんだろう。これなんかテストだったのかな。それなんかね、大学、俺の大学もなんか今ね週間テストで、本当は学校行かなくちゃいけないんだけど、まあ、正直その週間テストを受けてもさ、なんだろう、まあ、中国語ってか、その、うん、中国語は多分落胆だし、他はね、他も結構やばいから。であとはそのテストっていうかレポートみたいなのがあれだからさ、主なその課題みたいな感じだから、うん、だから受けなくていいかなと思って、中間テストの期間ね全切りして、あの旅行来てます。まあ、だから留年したとしても、まあまあ気にしないで、まあ、どうせ仮面だからさ退学するし、うん、っていう感じでねやっていこうと思います。公務員だ、こういうのがあるんだ。なるほどね。あ、ファミリーマートあったわ。ファミリーマート、なんかね休憩台は全部ローソンだったんだけど、次第は全部ファミマかな、多分。なんかあんのかね、組んでんのかな。あ、ちなみに中央台はね、ないですね、コンビニは。中央台は駅の目の前に、なんかその、明星台と、その、共同で使う感じみたいになってて、それがセブンで、そう、だから関東は多分、セブンなんかな。そう、で、あとね、関西来て、ちょっと驚いたのがもう一個あって、なんかさ、関東だったらさ、なんか、肉まんとかになんか、からしつけますかって言われないじゃん。セブンで。で、俺、セブンでバイトしてたから、その、からしつけるかどうかなんて聞いたことないから、すげえ驚いて、え、こっちの人はなんか肉まんにからしつけんな、みたいな。そういう感じで、思いましたね。はい。って感じですかね。まあ、あ、めっちゃ綺麗だ。あの建物めっちゃ綺麗だな。はい。ということでね、まあ、この辺で終わりにしようと思うんですけど、はい。まあ、この後も僕勉強するんで、はい。なんだろう。多分、
これ初日なんですけど、多分当日に加工して動画をアップしてっていうのはできないと思うんですけど、だから多分やっぱりいつもの感じでショーツになっちゃうのかな。うん。でちょうどね今日がそのねセンターまで50日目だから、50日だから、残りがだからちょっと頑張って気を引き締めてねやっていこうと思います。はい、ということで、さよなら。ちょっとこれね、さっき勉強するっつったんですけど、なんか風景が良すぎて、ちょっとこれ動画上げなかったら何するんだよっていう、何を動画にするんだよってくらいね、こっちがもう多分メインだと思うんで、この動画上げときます。めっちゃいいよねこれ、レンガの綺麗な感じが、これめっちゃ好きだわ、めっちゃ好きだわこれ。なんか関西の建物、や関西っていうか、こうなんかある程度歴史があるさ建物だと、よいしょ、すげえいいよなこれ。あのさ、なんか塔の何、丸いやつとかさ、あれ多分なんか望遠鏡かなんかあるんだよね、あそこの、ここに、まあいいや。でここ多分何、陽キャラが多分なんかスポーツかなんかやるとこでしょ、俺は分かんないけど、楽しそうだなこれ。ああいう感じでなんかさ、いいよねこういう感じでね、素晴らしいわ。ということで、これで本当に終わります。はい。